第三章、ガラッパチの八五郎が明神下の銭形平次のところへ、それを報告に来たのは明くる日の朝でした。驚いたの、驚かねえの。相変わらず曲げ節でちょぼしぼとりながら、シンコペートな足取りで路地いっぱいに踊りながら来る八五郎です。驚くな勝手だが、人の履物の上泥だらけな草履を脱ぐのだけは勘弁してくれ。平次はネズミの尻尾ほどの見外の菊を目を細くして眺めておりました。長寿屋の菊垣の豪勢さに比べて、それは何という情けない道楽でしょう。親分も菊見ですかい。嫌になるじゃありませんか。谷中の長寿屋じゃそれが元で人が殺されるし。変なことを言うじゃねえか。菊見と人殺しとどんな引っかかりがあるというんだ。平次は起き上がりました。谷中の長寿屋といえば、金があって男がよくって、物が分かって遊びが上手で、まず江戸時部に響いた名前です。殿様からいただいた菊見の菓子を女三人で食べて、本妻と目掛けと娘ですがね、その中でも一番綺麗で一番ピチピチしている目掛けのおさゆというのが、七転八倒の苦しみで死んでしまいましたよ。一緒に菓子を食べた本妻と養い娘はケロリとしているんだから、これは害毒と思わなきゃなりません。なるほどね。その菓子は一人ずつ別のものに入れて食べたことだろうな。一口じゃ頬張り切れそうもねえ菊型の内もんで、一人に一つずつ星高の菓子台に乗せて配ったそうですよ。そんな世話は誰が焼いたんだ。不思議なことに死んだおさよだから変じゃありませんか。毒は色も匂いも味もねえところを見ると奇跡だろうということで、食べ残しの小さいかけらを本堂の関西が持っていきましたが、ネズミ取りだな。ともかくもちょいっとみこしをあげてくださいよ親分。それくらいのことならおめえでもさばけるだろう。綺麗でわがままで身勝手な目かけを殺すのは誰か、くらいのことはすぐわかるじゃねえか。平次はなかなか動きそうもありません。ところがそう手軽にはいけませんよ。ゆんべ小耳に挟んで飛んでいくと、もう黒門町の翔太の野郎が来て散々かき回した後でしたがね。何か証拠でも掴んだのか。掴みすぎるほど掴みましたよ。殺された目掛けのおさよが池の旗で岩見銀山ネズミ取りを網傘をかぶった流しの薬売りから買っているところを見たものがあるし、裏の下水の縁には岩見銀山らしい白い粉が捨ててあったし。それっきりか。それっきりじゃ証拠になりませんが、もう一つ下女のお若が、その日の死ぬ頃目掛けのさよが床の間に三宝に乗せて飾ってあった配慮物の菊型のお菓子の一つを自分の膝の上に半紙を敷いて何やら細工をしているのを見たというんだから、動きは取れねえでしょう。細工？菓子はあんこの入った大きい内物っすよ。その裏に穴でも開けて岩見銀山を仕込んだしにはちょいっとわかりませんよ親分。その菓子に細工をしたおさよとやらが死んだんだろう。その通りですよ。本妻か娘かどっちかに食わせるつもりで仕掛けをした菓子をうっかり間違えて自分がやったんじゃねえのか。そんな間抜けな女じゃありませんよ。目から鼻へ抜けてトンボ蹴りをやりかねねえ女ですよ。いろは茶屋にいる時から足も口ぐらい聞いたことがありますが。毒の入っている菓子には何か目印がついていたに違えねえと思うんだが。そんなことだろうな。よし行ってみよう。ありがてえ。それであっしの顔も立つというもんだ。八五郎は額を叩くのです。また誰か女の子にも頼まれたんだろう。図星、さすが親分で。新蔵か豊島か。あの娘っ子のお冬が拝むんですよ。黒門町の翔太がおっかさんを縛りそうだから、銭形の親分さんを連れてきてください。五条だからって大した器量じゃねえが、心立ての優しいいい娘ですよ。そんなこったろうと思った。事件の面白そうなのにつられて、銭形平次もつい出動する気になりました。第四章、谷中
三崎町の長寿屋御殿は笠森稲荷とともに土地の名物になっていた頃のことです。その頃はまだ鈴木春信によって描かれた一代の美女お仙は現れておりませんが、そのお仙に先駆していろは茶屋の名物女だったおさよが玉の輿から真っ逆さまに落ちて無残な独死を遂げたということは、早くも土地の噂を白熱させて井戸端も床屋もそして町風呂の二階もその話で持ちきりだったのです。アジ裏から減ろう。門や破風や玄関はさすがにはばかって町人の住まいらしい格子作りですが、なんとなくはばったくてピカピカしてわずかに庇に覗かせた銅瓦の税も、意地の悪い役人に引っかかったらたちまち戦場沙汰でお咎めの口実になるでしょう。裏木戸を開けて入ると25、26のむくつけき男が表の騒ぎも知らぬ顔に悠々として庭なども吐いております。浅木の桃引きに木綿布子わらしべで髪をいった非凡の無頓着さで江戸の中でこんなのを見るのは場所が場所だけに銭形平次にも異様な感じです。おめえは？平次はその前に立ちました。ええ、友吉と申しますだ。下男友吉、人別を調べるまでもなく曹州足柄山で熊の子と相撲を取って育ったような男、まだ26の若い感じで塩原助けのような心持ちで江戸へ出てきたのを、両国でポン引きにしてやられふんどしの蜜に隠した大事の露用まで抜かれて泣くに泣かれず、ほらどうすべと途方に暮れているところを長寿屋の主人善兵衛に助けられ、そのまま受け人もなしの年三両の給金で働いているという男です。おめえの知っていることをみんな話してくれねえか。ここにはしとしとり殺してぬくぬくと収まっている人間があるに違えねえ。よくわかりますだよ。おめえ様は銭形の親分さんでしょう。友吉の無遠慮さと物の駆け引きを知らないらしい純粋さは平次にとっては申し分のない手がかりの提供者でした。まずこのうちで心臓のおさよを一番憎がっているのは誰だ？みんなでかすよ。おかみさんもお嬢さんも女中のお若どんも、可愛がっているのは旦那様で、惚れているのは清八どんぐらいのもので。この山男は思いのほかの辛辣な舌の持ち主でした。清八というのは手代だろう？え、一度はお嬢さんの婿になるつもりでいた人でがすよ。それが主人のお目かけのおさよとどうかしたというのか？そこまではわからねえが、近頃清八殿はひどくお嬢さんに嫌われていたようだから、ご心臓に乗り換えたんじゃあるねえか。愚直そうな友吉は自己中心にものを考えないだけに案外鋭い洞察力を持っていそうでもありました。だがしかし銭形平次はこんな一方的な観察で物事も決めてしまうような気楽な人間ではなかったのです。おめえの考えじゃご心臓のおさよさんを殺しそうなのは誰だと思う？平次は一歩突っ込みました。そんなことを言えるわけはねえだよ。もっともオラでねえことだけは確かだ。お嬢さんのお冬さんでもあるねえよ。話した神様のような人だ。友吉の言うのはひどくはっきりしております。お勝手から平次と八五郎は滑り込むように長寿屋の屋根の下へ入っておりました。大げさでこけおどかしな正面から入るよりは絡めてから攻めた方がこの城は楽に落とせるような気がしたのです。おめえは？平次は立ちよどみました。鼻の先に石書を据えたのは21、22のいい女、それが下女のお若と知ったのは八五郎に注意されてからのことでした。銭形の親分さんでしょ？よく知ってますよ。江戸開府以来の知恵者なんですってね。怖いわ私。といった調子でおちょぼ口を水仕事で荒れた手に塞ぐのです。怖いことがあるもんか。さあ
誰がおさよを殺したか話してくれ。おめえは知らねえはずはねえと思うんだが。平次はこういった調子でした。相手のお若は竹筒質で希少者で、ちょいっと可愛らしくて相当以上に知恵走ると見て取ったのです。あの人は自分で間違えたんですよ。おかみさんを殺そうとして自分で仕掛けた毒の菓子を、目印の赤い菓子種が落ちてしまったので見当がつかなくなって自分で食べてしまったに違いありません。お若の言葉は断定的で、どんな人にも寸毫の疑いも挟ませなかったのです。赤い菓子種というのは何だい？平次は聞き返しました。あの人は一つのお菓子の裏へ穴を開けて、何やら白い粉を詰めておりました。この隣の部屋ですもの、当人は誰も見てないつもりでも、年がら年中お勝手にいる私には戸棚の隙間からでもよく見えますよ。贅沢に育った人たちは同じ悪いことをするんでも、どこか甘いところがあるんですね。お若の連達さから見れば、賢いようでもおさよなどにはどこか隙だらけのところがあったのでしょう。あの人はお菓子の尻へせっせと穴を開けて白い薬を詰めていました。それが済むとお菓子の穴を塞いで、目印に赤い菓子種をお菓子の真ん中、ちょうど菊の花の中ほどにまぶして、他の菓子と見分けのつくようにしたんです。それほど骨を折ってこしらえた毒菓子、赤い目印の菓子種が落ちて、毒菓子のこしらえ主のおさよさんがそれを食べて死のうとは、人間技ではどうすることもできない神仏の罰やありませんか。よしよし、おめえがそれほどに言うなら、おさよは自分でこしらえた毒菓子を間違って自分で食べて死んだということにしておこう。ところで、おかみさんとお嬢さんとの仲は良かったのかな。平次は唐突な問いを持ち出しました。それはもう、お嬢様のお冬さんは本当によくできた方ですよ。世間で何と言おうと、あんな優しいお嬢さんは江戸中にも二人とはいないでしょう。お若はでっかいぼたもち番を押すのです。おかみさんは、お気の毒なことに病身で、毎日お目かけ風情のご機嫌をとっているのを見ると、奉公人の私でさえ歯がいいと思います。長寿や家付きの娘で、旦那は小塚三号の入り婿ですもの。あんなに小さくなっていなくったっていいようなものですが。お墓は自分のことのように憤慨するのでした。目かけのおさよは評判が悪かったようだな。綺麗に生まれついたのが一徳で、長寿屋をママにする気になったのが間違いですよ。面は人並み外れに綺麗だったところで、あれじゃ長い境はありません。傲慢で強情で、わがままで淫乱で、男の顔を見るとニタニタして精一杯の愛嬌を振りまくんですもの。正八丼でなくったって大概の男は夢中になりますよ。正八はそんなにおさよに夢中だったのか。お嬢さんに嫌われた腹いせですよ。お嬢さんは気一本で真面目だから、あんな浮気野郎と連れ添う気なんかありゃしません。お若の長考絶は際限なく発展します。